君の苦悩は君だけのものじゃない。なりたいものと向いてるものが違うとき、人はどうすればいい？生き方の正解を知りたくて誰もが戦ってる。何を求め戦う？どうやって生きる？答えは誰も教えてくれない。我々にあるのはただ迷う権利だけだ。次回第24話、もし今日この荷物を下ろしてよいのなら。